それでは早速でございますが、森社長様よろしくお願いいたします。お世話になります。内田製作所の森と申します。弊社はアイシングループにプレス製品を納めているプレスメーカーです。で、金型設計製作からプレス加工、タップ加工まで一貫受注できることが強みで、主力製品はサッシブラケットという製品がありまして、年産3000万個を生産しています。弊社のようなプレスメーカーの場合だと、こうキーファクターオブサクセスですけど、生き残っていくためにはどういうものが特に重要かっていうと、まずハード面では、設備の投資ですよね。これはまあお金を出せばできることなんですけど、より難しいのがこのソフト面への投資。これやっぱりその人材への投資なんで、なかなかお金で買ってこれるもんでもないけども、お金はかかる。金型の受注がすごく不安定で、なかなかその金型への人材の安定投資っていうのが難しかったんですよ。で、これがその例えばこう、これある金型メーカーさんの営業利益と経常利益なんですけど、これやっぱりそのモデルチェンジといいますかね、車のその開発生産準備のサイクルでこう波が非常に激しくて、ある期はものすごく忙しいし、ある期はものすごく暇で赤字になっちゃうしっていう状態が続いています。そうです、30年で 40% ぐらい金型メーカーさんって減っているんですよ。で、最近では大手のスタンパーさんも、例えば愛知県じゃないところから金型を引く広島とか東京とか、需給のバランスが崩れてきています。金型メーカーさんっていう本当に経営厳しくて、先ほど申し上げた通り、非常に忙しい時は忙しい、暇な時は暇、そういう状況が続いちゃってて経営不安定です。あとは設備投資、これも非常に高額でして、特に高額なのがトライプレス、最終的に金型をテストするための設備なんですけど、これが4000万しますんで、なかなかその投資できなくて、ところがその小さいプレスでやろうと思うと競争力が非常に過当競争に陥っちゃうし、ここら辺がその非常に課題だと言ってます。私いろんな金型メーカーさんに聞いたんですけど、大体みんな同じ悩み持ってて、なんとかその状況を解決できないかと思い始めたのが、その IoT とかの DX とかに私は取り組むきっかけになりました。で、最初29年調査を開始して、この時28年のものづくり補助金をもらってやったのかな、工作機につけて、でそれをこうクラウド上で分析して、で実際どうよってことを調べようと。というのも IoT っていうのは、例えばその金型のメーカーが忙しいか忙しくないかってなんとなく頭の中で予想つくんですけど、やっぱりその予想ぐらいだとなかなか動き出せないんですよ。だけどこう IoT を使ってそれをこう数値で出すと、そうすると本当だったってことになって、それは仮説が、でそうするとやっとその本格的にじゃあこうしようってアクションが取れますんで、 IoT の意義っていうのはやはり一つ、そのデータをちゃんと集めてそれを見える化するっていうことが一つなのかなと思ってます。で、これをさっき言った通り工作機械で分析をし始めてっていうことです。で、実際そのどういうデータが集まっているかご覧入れようと思うと、これがですね、さっき言った5分に1回上がってきているデータです。今日だけでもこうバーッとこう上がってきてて、で稼働してるよしてないよ、稼働してるよしてないよっていうのを各社から5分に1回ずつ送ってきてます。で、それをこう分析するというか、サーバー側で処理して、例えば弊社ですと、これ今こうファナックのワイヤー稼働中、ソニックワイヤー稼働中、マシニングは止まってますね。キャドカムも止まってます。で、純素プレスは割と安心しました。動いてます。止まってると儲からないんで。純素プレスも動いてますし、っていう具合ですね。で、社内だけじゃなくて、その他の会社さんにもつけてるんで、例えば別の会社さんのデータも今分析してますので、他の会社さんもこう、今、設備動いてるかどうかとかですね。そういったことが。これ大阪の金型メーカーさんですけど、多分暇してますね、これ割と止まってるとか、そういうふうに思ってまして、これその稼働率ですね。で、 UI 正規さんで、こちら見ると、例えばアマダのレーザー加工機なんて稼働率3、45%、25%ぐらいか、
まあ、非常に高額な機械なんですけど、まあ、あんまりその元々予定した通りの使い方はできてないっていうことが分かります。でこれをもっとこう長いスパンで分析したものもあって、3年間の忙しさです。これ赤いところ忙しい、まあこういうふうにこう各社それぞれその長期で見たときにズレがあるんですよ。だからそういうものを活用してなんとか稼働率を埋めていくってことができないかなと考えてます。まあ、ちなみに一応この分析ツール AI が入ってて、この10月27日って未来の日付も出てますね。でこれはあの一応 AI の実験をしていて、2週間後ぐらいまでこうどうなるかなっていう予測ができるかどうかってことを今やってます。29年で分かったことというのが、まあ、交差機械の稼働率っていうのは思ったより動いてないよってことが、まあ、予想通りだったんですけど、分かり確実になりました。でこれ上げたいですね。あとその地域ごとにタイミングがずれてるんじゃないのっていう仮説があったんですけど、3年間の分析で見える化できています。であとは仕事量再確保できれば機械の稼働率を上げられるっていうことまでが最初の年で分かった。仕事量確保って言ってもですね、なんか仕事がないから困ってるっていうのが金型メーカーさんの現状でして、まあどうやってやるので、自社商品作るっていうのが一番いいですよね。でこれやられてる会社さん、うちのその取り組みの中にいて、空いてるマシニングでプラスチックの金型作って、それをこう最終商品としてアマゾンで売ってるみたいな金型メーカーさんもあるんですけど、まあそういうやり方も一つありますよね。であと部品確保、金型のメーカーの場合金型一式作りますっていうとなかなかないんですけど、ちょいちょい部品加工をこうやると。で、埋めるみたいな。まあ、ただこれはやっぱ持ち屋持ち屋で、非常にその、なんて言うんですかね。部品加工メーカーさん、部品加工メーカーさんなりのノウハウがあるもんですから、金型メーカーが部品加工の真似事しても、なかなか仕事の効率上がらないんですよ。で、やっぱり持ち屋持ち屋なんで、金型を作るっていうところが、やっぱり、いかにそのたくさん効率的に金型を作って仕事を集めてくるかってところに特化していく。ってことを考えました。で最初考えたのは金型メーカーで連携してつながる工場っていう形でやっていきたいと。で30年またものづくり補助金をもらって設備投資しながら5社で、小規模のつながる工場っていうのをやってみたんですね。まあ、金型っていうのはたくさんの部品でできてるんですけど、その各社得意な工程に特化して金型作りやるっていう実験をしてみたっていうのがあります。でただその一番やっぱ難しかったのは金型の設計でしたね。この設計っていう人材がそもそも不足してて、金型の仕事が受けられないっていう状況が発生していました。離れた工場でこうデータを共有してものづくりするっていうのはどうやってデータを共有するかっていう問題があったんですけど、まあ、それもこの時CADを入れまして、でこれが金型の設計図なんですけど、これご覧になっていただいて、いろんな線が要は読みにくいんですよ、非常に。例えば 若い子にこれを習わせようと思ってもとっつきにくいんですよね、極めて。今その3次元 CAD という便利なツールがあって、ただなかなか活用されてないんですよ。導入したもののも使えてないっていうメーカーさん非常に多くて、まあ、今回その取り組みではもう3次元 CAD を前提にやっていきたいというふうで、最初からやってまして、まあ、こういうふうにご覧いただくと分かるんですけど、まあ、非常に直感的にですね、こうさっきの線図と似たような金型ですけど分かりやすいですよね。でこう部品ごとに、こういうふうにですね、まあ、分かりやすく非常に一個一個取り出して、ね、どういう形してるかってことも一目瞭然ですし、要は後工程にこう、渡すときに、まあ、こういうふうじゃないとさっきの二次元図ではいろいろな間違いが起きるとか、あと打ち合わせが必要だったりとか、そういう問題ができますので、であと三次元 CAD やるともう一ついいことがあって、さっき言った勝見製作所さんのコンピューターに遠隔でつないでるんですけど、これ CAE っていうツールですね。でこれその何がすごいかっていうと、さっき三次元で設計したものをじゃあプレス加工を実際にそのコンピューター上でトライしてみてどういう形になるのかっていうのが、まあシミュレーションできるんですよ。でこれによってやっぱりその金型の遠隔で金型作りってつながる工場でやっていく上で、まあ要は精度の高い型設計っていうのができますので、まあ、三次元化するっていうことのメリットがより出てくるというふうで、こういうものを活用しています。
で、あと離れた工場でのコミュニケーションっていうのはチャットワークっていうツールを使っていて、まあ、これは汎用 IT ツールをフル活用していくっていうのが大事だということでやってて、全部自前のツールでいろいろやろうとするとお金がすごいかかりますので、まあ、もうすでにその世間的に使われているものなるべく使っていくっていうのが大事だということで、まあ、全てのそのプロジェクトというか金型作りのプロジェクトっていうのは、まあ、ここで情報集約してファイル共有もしてます。で、非常にこのチャットワークっていうのは製造業問わず復旧しているツールでして、まあ、これ非常に便利なので、何かそのお役に立てる場所があるかどうか、見ていただけると非常にいいかなと思います。そうですね。ではスライドに戻りますけども、そうですね、30年までに分かったのはデジタル化とデータ共有で遠隔のものづくりは可能であるということが分かりました。売り上げも立って、その時問題点はああやってこう連携して金型づくりやると誰が最終的にそのものに対しての責任を持つかっていうのが不明瞭になっちゃって、何か起きた時にですね、どこが責任取るのっていうのがなかなかこう整理できなかったんで、それが課題だった。で、令和元年、つながる工場をじゃあもっと大きくしていこうよって言った時に、どういうふうにその整合性を取っていくか話したんですけども、結局最終的にこういう形に落ち着いたっていうのが、まず設計とあとどの金型メーカーに頼むかっていう機能を自社のノウハウとして、金型作りをしてもらうのは IoT を使ってどっか暇なメーカーさんに出すというふうな考え方をして、今ちょうど浜松とかちょっとコロナの前は中国とかにも出して、設計はうちでやる、加工は浜松とか中国とか大阪でやってもらう、でそれをじゃあ最終的にその品質がいいかどうか、お客さんと揉めた時にどうするかってことがあるんで、最終的な品質確認とトライだけ最後また持ってきて社内でやるっていう体制を築くっていうのが、まあいろいろ紆余曲折ああやって29年30年とやってきた中で、これが一番いいだよっていう一つの回答に続いたので、去年からこれをやってます。で、さっきのその金型メーカーの選定っていうのはやはりその稼働量が少ないところにお願いしてやってもらうっていうような考え方をやってまして、さっきの IoT まだ実験中ですけど活用していくと。で、ちなみにさっき未来の予測とか少し申し上げましたけど、まだプロトタイピング中ですけど、まあ、AI システム、過去のデータから将来の稼働率を予測するためにエラスティックサーチっていう強しなし AI を使って予測してます。で、あともう一つです。金型メーカーにいろいろ金型お願いしていくんですけど、やっぱりそのよろしくないところもあるんですよ。納期守らなかったりとかで、そういうのって今までってやっぱ外注して失敗する原因なんですね。いかんところに出してやっぱり物がいけなくて最後仕上げで苦労するっていう状態っていうのがあるもんですから、でそれっていうのもその過去のデータをちゃんと取ってないんですよね、今まで。要はまずい仕事したところはまずい仕事したっていうことを記録残していかないと、でいい仕事したところはいい仕事したっていうふうに記録残していかないといけないので、ですね、過去のその金型のその、まあ、まだその作った金型についてちゃんとデータで残して、その金型どうだったかっていう評価をきちんとやっていくっていうのをやって、でこの中でこういろんなその今回ですと連携して金型作りしてるんで、いろんな役割があって、設計と加工と最終的な仕上げで、最終的にそのそれぞれの金型メーカーさん今までどういう仕事してきたのっていうのが分析できるようになってて、実際どうだったっていうのを評価する予定でございます。まだこれは途中ですね。まあ例えばこういう仕事に関わってきて評価がいくつだろうっていうのを、まあ今後精緻につけていって、金型作りっていうのを分業化っていうのができるかどうかを今まさに今年試していこうと思っています。で、先ほども申し上げた通り金型作りにおいて一番大事なのが一番川上工程である金型の設計です。で、この設計者不足っていうのが今一番どこの金型メーカーさんも悩まれていて、っていうのもですね、従来の金型技術者の成長プロセスって、まあ要は金型設計二次元 CAD であって、で金型も製造して自分で最後自分でもトライして、で自分で調整してみたいにやってたんですよ。二次元 CAD なんで後工程に引き継ぐの結構大変なんですよ。設計と製造分離できなかったんです。
だから自分自身が親方みたいに全工程に関わってやっていかないと、その金型作りっていうのはできなかったんですよ。まあ、その何型も作って一人前になるまでにやっぱり10年とかかかっちゃうんですね。でそれをじゃあ今はもう3次元 CAD も、CAE も DX だと思います、活用してどうやって早く金型の設計者を育てていくかっていう風になった時に、やはりその設計と製造の分離していきたい、こういうプロセスにしたい。まずはだから金型設計を3次元 CAD と CAE を使って精度の高いものにしておいて、製造は他社にやってもらうと。でトライはまた自社に持ってきてやって、でそれでその設計にフィードバックする。まあ、こうすることによって付加価値の高い工程と付加価値の低い工程を分けていくってことですね。で実際あの今年7月から一人若手の社員さん、宇治原モールさんに派遣して金型作りやってもらってまして、この人28歳なんですけど、いきなり弊社の金型を書いてます。で、チャットワーク使って、これテレビ電話会議ですね。今年の夏、まだコロナ激しい時ですね。でこうね、3次元 CAD を見ながらこう僕は端っこにいますけど、こうね、ここはしてあそこはしてっていうことがもうできるので、既存のツールを使って、まあ、こういうのを積極的に取り入れて若手の人材っていうのを育成していかなきゃということで今やってます、ね。まあ、今これ実はもうものになって、 この間トライをしてきたんですけど、で今年ですね、金型仕上げ工場を作る最後の工程でやってまして、トライプレス300トン連続トライが可能なフィーダーとプレス機の組み合わせですね、でやって、最終的にセミファブレスの金型メーカーを作るっていうことで動いています。さらに設計者にフィードバックするっていうのも DX を活用したいということで、3次元デジタイザーを今年のモノ補助でも買ったので、一気通貫の流れがようやく完成するっていう状況です。でこれが先月9月末に導入されたトライプレスで、こういう形で導入が完了しまして、今これがさっき、若手の設計者さんが設計した金型を実際トライしている状況ですね。まあ、いろいろトラブル実はありましたけどねフィードバックはそれはして改善していくんですけど、目標としては輸出向けの金型とかやりたいなと思ってて、と連続トライができる環境がせっかくあるので、まあ、そういうふうにちょっといろいろ手探りで今お客さんを集めてます。で今年以降の目的、まあ、将来ですよね、10年とか、ね、金型の世界最適地生産による供給安定化、まあ、ちょっと大きい目標を掲げてます。で、まあ、海外拠点にああいう仕上げ工場を持ってみたいな、現状化ニーズに対応してみたいなことも想定してます。あとは若者を魅了する製造業プロフェッショナルを作るんですね。まあ、例えば製造業で年収1000万プレイヤーっていう、こう分かりやすい言葉で若者を引きつけていかないとなかなかその難しいと思います。でも金型設計だけ特化して高度な金型作れば多分これいくと思うんですね。だそういうことを実現していくことによって、人材育成とか若者の採用っていうのがうまくいくようにしていきたいと。でこれからのものづくりっていうのの一つの私なりに思っていることなんですけど、 IoT と AI とか DX で遠隔ものづくりと最適地生産っていうのがあるかなと思います。なんで日本で IoT、AI って遅れてるかっていうと、多分トヨタの看板システムが優秀すぎたんですね。別にわざわざその稼働率とか見なくても、看板出したら在庫ちゃんと管理できて物も遅延なく来るっていう、その日本人がそういうルールちゃんと守るので、性善説に立ったマネジメントが看板方式でぴったりハマってできちゃってて、それほど IoT で政治に量産を管理する必要がなかったのかもしれないんですけど、まあでもそれはそれで、いやとは言っても、まあトヨタさんもやってるぐらいですから、何か看板でカバーできなかった部分があるかもしれないですし、それは皆さんそれぞれ課題を持たれてて、それがIoT とか AI を使って解決できるのかもしれないなと思ってますけど、大手メーカーとかね、一次請けメーカーさんっていうのは自社でデジタル技術を活用したりとか、まあ、海外で自分自身に進出したりとかですね、要は最適地生産って自分たちの中で完結してできちゃうんですよね。中小企業ですとなかなか個々の企業では小さくてそういう最適化ができないし、海外で自身出てくって言ってもちょっと大事ですから、今後この横串が通るっていうことが一つのヒントかもしれないなと思ってまして、
キャディさんですと例えば板金についてこうやって横口通しましたし、ヒルトップさんも実際の機械っていうのはその他の会社さん設計とかそういうもんに特化していく。で、内田製作所としては金型の横串を通したいというふうに思ってまして、今は取り組みの名前もついて今後徐々に徐々に準備していって大きく出ていきたいと思っています。はい、以上です。ご清聴どうもありがとうございました。